ク大阪クラシック第1ラウンドチャンスを作りながら点を取れなかったオリックス、逆に終盤に逆転したホークスがその初戦をものにしています。さあそして始球式が行われていますが、マウンドに上がったのは、あっと左肩を今押さえるような仕草を見せましたが、山内貴則さんですね。そうですね、やはりね、現役時代なんていうんですかね、人を送ったような、ね、ピッチング、強心臓で投げてましたよね。非常に嫌なピッチャーでしたね。通算100勝を挙げられまして、このユニフォーム1983年の南海のユニフォームなんですが、その83年の開幕投手を務めたのが山内貴則さんだったということで、はい、今始球式を行われたというシーンになりました。